本書七不思議のうち総長鎮、三シ国旗が送り上鎮は会議の一つ。また、東京都墨田区に伝承される怪談本書七不思議の一つでもある。長鎮を持たずに夜道を歩く者の前に、長鎮のように揺れる明かりが、あたかも人を送っていくように現れ、あの明かりを目当てに行けば夜道も迷わないと思って近づくと、 不意に明かりが消え、やがて明かりがつくので近づくとまた消え、これの繰り返しで、いつまで経っても追いつけない。石原割下水では、超賃小僧といって、夜道を歩いている者のそばに、小田原超賃が現れ、振り返ると後ろに回り込み、追いかけると姿を消すといった具合に前後左右に、自在に動き回るという伝承があり、本校と同一の会議と見られている。 同じく本書七不思議の一つ、送り、表紙僕は、ちょが標識になったのみで、本校と同様の会である。また、江戸時代には、向島で、送りちょう家と呼ばれる、送り上鎮と似た会の伝承もあった。ある者がちょも持たずに夜道を歩いていると、ちょのような灯火が足元を照らしてくれる。 誰の10日かと思って、周りを見ても、人影はなく、ただ10日だけがある。男は、牛島明神の加護と思い、提灯を奉納したという。もしも提灯を奉納しないと、この提灯日に会うことはないと言われた。ありがとうございます。